おはようございます。おはようございます。バンカララジオの時間になってまいりましたけども、本日ですね、フェスの結果が出ました。はい、きっと出ました。もう出たと思います。はい、臨時ニュース。僕には分かっていました。毎回9時になるとね、結果11時になると出るというね。はい、出ました。はい、はい、はい、はい。うなちゃんチームは、カスタードに入れました。俺はカスタード入れました。これが、得率。これね、ホイップがね、勝ってたんですよ。まあ、でも、ここの勝利は別にどうでもいい。で、この大事な得票率なんだけど、絶対にあんこはないのよ。あんこと戦ったことは、一回もないの、俺。トリカラバトルでしかないんだけど、ホイップチーム多分めっちゃ多いと思うんだよね。どうなの？はぁ？嘘だろ、そんなショートケーキが、生クリーム大好きすぎる。日本人って言ったらプリンとか、プリンとかさ、やっぱシュークリームが好きなんじゃないの？てか日本人ってあんこの方が多いと思ったんだけどな。羊羹は違うか、どら焼きとかさ、大判焼きもそうや、この間の。カスタードも大判焼きあるしな。なんかホイップとか洋菓子が多いんだ、やっぱ。やっぱケーキ好きなんだ、みんな。ケーキか。まあ、でもね、投票率と得票率、ホラガイ得率は別にね、そんな関係ないです。中間発表はホイップ勝ちだよね。ただ、鳥からマッチで俺は裏技を編み出した。つまりカスタードは勝っているはず。はぁ、何にも勝ってない、何にも勝ててない、何にも勝ててないんだけど、オープンでも鳥からでも勝てなかった。最終結果。なんか、悲しい結果になったね。あんこ頑張ったし。悲しい、マジで悲しい。ほんとマジで悲しい。なぜエイさんになんで負けたの。カスタード派一歩及ばんでない。全然頑張れてない。確かに負けたじゃ負けたけど、こんなに、カスタードとダブルのシュークリームいいよね。なんてあれ、シュークリームってさ、ホイップあったっけ。あるやつもあるのか。どら焼きもあんことホイップがある。あるっけ。でも俺そういうのあんまり混ぜないタイプだから、やっぱ素材のまま食べるのが好きやね。あんことカスタードのパンも知らないぞ。俺はまあ今回勝てなかったけど、まあでも楽しかった。普通にトリカラバトルね、楽しかったからいいや。めっちゃ面白かった。まあいいや、もういい、いい。はい、マッチングしました。スジコジャンクションにやってまいりました。なんかおろそかにしてたので、サーモンを、はい、前回縄張りバトルたくさんやって、でガチマッチは今なんか生放送でしかやってないのね。ピンセント使ったバトルやってたので、なんかおろそかにしてたのが一番サーモンランなんですよね。なので今回はこのドロシャキか、ドロシャキサーモンランやっていきたいと思います。武器がね、ちょっとめんどっちいんだ、これは。かけとこう。うい、どうぞ。ちょっと楽いね、今ラグを感じたね。あ、ナイスです。小酒だからこれ楽だ。ありがとうローラー、俺が喉仏に入れとくから。オッケー、ありがとうローラー、ありがとうな。で、もうなんでこんな往復しなきゃいけない、めっちゃ遠いじゃん。毎回往復しちゃいけ、ローラー行け、ローラー行け、行け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 、小地よしお、小地よしお行け、小島よしおみたいな名前だな、小地よしお。小地よしお行け。手前にある、手前にある、やばい、でっかいのある。これはめんどっちいから黄色から倒したいんだけど、狙うか。俺が倒してあげるか、俺が倒してあげるから入れるんだ。はい、はい、頼む。よし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 、ナイスナイスナイス。手前にも出たぞ、やべ、当たっちゃった。いいね、喉ごときに入れて、ナイス。ドラマはいったね。
ぬるま行った。いいよ。今度はあっちだけど。ローラーさん、お願いします。小じをしよう。小じをしよう、行け。小じをしよう。小じをしよう。小じをしよう。こっち、こっち、こっち、こっちも来てるから。倒しに行けなかった。倒しに行けなかったけど、まあまあまあ、第1ウェーブクリア。次は次何？イグザミナーで普通になりましたね。ノルマは24個おわ金鮭じゃないですか。これが頑張らなきゃいけないんか。とりあえず右側は大丈夫。あー、そっちも来るのか。はい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 。ローラーもいるし、無事の塩じゃなくなっていくわ。はい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 。倒してあげるのがベスト。入れて、イグザミナ強いな。そうだ。チョコって名前だ。なんか、今日のあのフェスみたいな名前だね。やばい、これ後ろに下がって、守ってもらう。チョコちゃんに守ってもらう。チョコちゃん、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 助けて。ごめんね。危ない危ない。オッケーオッケー、味方になったので、チョコちゃーん、これ仲間守ってあげたいけど、ジャジャーの子にね、黄色い金鮭を打っていただけると。抜けてる抜けてる、危ない危ない危ない。ナイスブラスター、ナイスブラスター。抜けてる、危ない。ナイス、チョコちゃん、チョコちゃんお願い、チョコちゃんお願い、チョコちゃんお願い。クイック回復させて。やばい、危ない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 。左側任せろ。チョコちゃん抜けてる、チョコちゃん抜けてる。チョコちゃん、オッケーオッケーオッケー、ナイス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 。飛ぶのもあり、飛ぶのも全然ありよ。はい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 、はい、入れときますよ。入れることに夢中で倒すことをおろそかにしないこと、これが大事。でも40個入れられた。よし、俺がローラーだ。あゆみちゃん、コナン君に出てくる君はあゆみちゃんかい。吉田あゆみちゃんだな。俺名前まで覚えてる。ミヨジのミヨジの名前まで覚えてる。吉田あゆみちゃんはね、あれないよ、あのラン姉ちゃんのライバルだね。一応コナン君のライなんか恋人チークなんだ。新一なのかコナンなのか、まあ、コナンは新一って新一だから、もうなんかラン姉ちゃんには勝てないけどな。あゆみちゃん、あゆみちゃんね、大人になったらすごい美人になる、知ってます？なんかこんなめっちゃいいとこにいるやん。なんかベーカーストリートの亡霊っていう。なんで俺た先に僕らがいんの、なんで。あの映画のベーカーストリートの亡霊ってやつで、なんか大人になった時の見た目でね、機械が見た目に出てる機械が、大人の見た目に。あゆみちゃん、すごい美人になってた。ちなみにコナン君と灰原さんも、やったんですよ、それ。だから、しんいちとシェリーになるのかなと思いきや、エラー。機械がエラーを起こして、正体がバレなかったって危ない。危ない感じにね。博士も変わんなかったよ。うわあ、危ねえ、うわあ、危ねえ、生きてる生きてる生きてる。素晴らしい素晴らしい。あれ、うわ、奥に打っといて、はい、素晴らしい。このレーザー、はい、よろしくお願いしました。お願いしましたと。トロいもんだな、藤子も。すごい、満潮、満潮もやったか。全部やれたんじゃない、満潮も普通のも艦長もね、全部やれたんじゃないですか、これ。ありがとうございました。余裕だったよ、楽しかった、この鮭。楽しかった。ということで本日は終わりたいと思います。俺は負けたけど、カスタード負けたけど、シュークリームが好きなのは伝わったかな。ありがとうございました。